フェリー焼けぼのは、丸ルフェリーが運行するフェリー。フェリー赤月の代船として、三菱重工業下関造船所で建造され、2008年7月5日に、鹿児島奄美沖縄航路に就航した。鉄道建設、運輸施設整備支援機構の共有建造制度を利用して建造された、鉄道、運輸機構との共有船である。 シップ・オブ・ザ・イヤー2008の大型客船部門賞を受賞している。鹿児島航路本線とフェリー派の上の2席で2日に1便を運航する。運航ダイヤは、下り便が、鹿児島出港が18時、なぜ入港が2日目5時、那覇入港が19時、所要時間は25時間、上り便が、那覇出港が7時、なぜ入港が20時30分。 鹿児島入港が2日目8時30分、所要時間は25時間30分となっている。2機1軸の機関構成が採用され、2機2軸の従来船と比較して、船体抵抗が削減された。両舷船尾にランプウェイを装備しており、トラック、乗用車などをロールオン・ドールオフ方式で車両甲板に搭載するほか、選手甲板がコンテナスペースとなっており、 コンテナをデリックによるリフトオン・リフトオフ方式で搭載する。高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づいて作成された鉄道・運輸機構の旅客船バリアフリーガイドラインに準拠したバリアフリー高度化線である。通常の船内設備に加えて高齢者や新商社に対応した客室、多機能トイレ、車椅子対応エスカレーター、 エレベーターなどのバリアフリー設備を備える。二等は室レストランパブリックスペース教職、物販設備入浴設備。ありがとうございます。